シュガーチキン親子丼の具、誰でもできる簡単レシピ。卵を加えて閉じるだけ。普段お料理をされない方も簡単に作れます。それでは作り方のご紹介です。解凍したシュガーチキン親子丼の具を入れ温めます。フライパンの周りが沸き立ったら溶き卵を1個分回し入れます。蓋をして温めます。次に2個目の溶き卵を回し入れ蓋をします。卵が半熟に仕上がったらほかほかご飯の上に乗せて完成です。卵を加えて閉じるだけの簡単親子丼、ぜひご賞味ください。